任務の方をしばらくやってきたので、シナリオの方にちょっと。シナリオの方をちょっとやっていきたいと思います。物語の始まり始まり。ということで、ロックリーデン。あと、リーとヒナタの話だけなので、まあ、確か他にもあってなかったような。まあ、とにかくシナリオをちょっと終わらせたいなという感じです。努力で天才を超えろ、打倒ヒューガネジ。ネジ君、おそらく君がコノハの下人で最も強い男でしょう。勝負です。いいだろう。たとえ忍術や剣術は使えなくても立派な忍者になれることを証明してあげます。無駄だよリオ、いかに努力したところでお前に俺は倒せない。これは決まっていること。名言よね。木の葉の美しき青い野獣ロックリー。人は決して変わることなどできはしない。たとえ忍術や剣術が使えなくても立派な忍者になれることを証明してみせます。普通に勝てばいいので任務じゃないんだよね。まさかこの技を使うことになるとは。木の葉の蓮華は二度さ。自分の忍道を貫き守り通すとき。結局この表蓮華裏蓮華を習得したのはリーだけやったんですよね。一応ネジとテンテンも修行はしてみてるはずなんですよね。結局取得できたのはリーだけかっていうのがガイのセリフであったので、よし、やったー、さくらさん勝ちましたよ。どうですか、落ちこぼれでも努力の力で天才を打ち負かすことができるんです。これがリーだと。いつの間にこんな。前編か、後編もあるの。内葉サスケ君、君と戦いたい。就任試験の筆記試験の前の話かな。思い知るか、ゲジマユ。待て、ゲジマユは俺がやるってば。5分もあれば片付く。僕が戦いたいのは君じゃない、内葉です。こいつもこいつもサスケサスケってうるせってばよ。僕は木の葉の美しき青い野獣ロックリー。よーし、やってやるってばよ。そういうことか、前編はナルトと戦うのね。あ、マジか。忍術何やったっけって試しちゃったら大きく食らってもた。後ろだってばよ。
どうしたなぜここで荒ぶったするべきですね。よう。よう。打倒天才ウチハ一族。あの天才忍者と謳われた一族の末裔に僕の技がどこまで通用するのか試したい。面白い、やってやる。ごめんなさい、カイ先生。あの技を使うことになるかも。僕は木の葉の美しき青い野獣ロックリー。かかってこい。本編ストーリーでは確か影舞踊のところでガイが出てきたんですよね。範囲広いな。よし、足払いで。
甘く見ていたようですね。宣言します、君たちは僕に絶対叶いません。なぜなら今僕は木ノ葉の下忍で一番強いですからね。こんなふざけた奴に俺は。僕の名前はロックリー。僕とお付き合いしましょう。死ぬまであなたを守りますから。何なのこの人、髪型も嫌、眉毛もゲジゲジ。天使だ君は。いや、見ていてください。戦うのね。なんかそんな話しよったなぁと思いながら、戦い落ちる。怖い怖い。初めて会った時そんな話しよったね、確か。よし、ガードガード。なんとかしてガイ先生を召喚したけど、なかなかそういうわけにもいかんない。ガイ先生を召喚したんやけどね。青春してるな。ぜひともこの青春を海先生にも。受け身取れんのよねこのゲーム。俺について取られるか。無理っぽいな。よし、この破裂決まった、はあ、この圧力油断しましたね。精神してるな、お前ら。この破壊力全部全て。いい、よかった、ガイ先生召喚できた。何度やっても僕は勝ちます。僕のかっこよさが分かってもらえましたか、さくらさん。確か一つ上でしたね、年齢的に。ちょっとかっこいいかも。認めるんかい。ちょっとかっこいいかもっていうのは、あの中2試験で、大人3人にこう襲われた時にこう表レンゲをする前にちょっとだけこうかっこいいかもってこう思ってもらえたのを、先生のライバルは僕のライバル、
キュッとした感じですよね。明石先生はガイ先生のライバルだそうですね。君は全然シナリオというか本編と全然違いますけどね。ガイ先生のライバルは僕のライバルです。勝負。おいおい、そういや、ガイ先生とカカシ先生は僕はコノハの美しき青いライバルでしたね。ロックリー、いいだろう、勝負だ。確かこの時は50勝49敗でガイ先生が勝っとったような気がしますけど。確かこの時は勝っとったような。やっぱりこのゲームの醍醐味って変わり身返し返し返しですね。変わり身返しがねできんとね、このゲーム受け取らなかったし。面白くないよね。もうぶっかしてガンガン狙っていくかな。よし、宣伝殺し簡単した。危なっ。そう、見えんかった。ガーラか。何者だ。木の葉の美しき青い野獣、ロックリー。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の人道を貫き守り通す時。見ていてください、ガイ先生。なんだ、お前も死にたいのか。やっぱりリードガーラはね、こう簡単に言い表せないこう因縁がありますよ。衝撃でしたからね。子供ながらに衝撃を受けた一戦ですからね。
を使うとき。リー、達成。俺が許す。よし、それ。行け。リー。せっかくなんで、レベル2から当てますか。モテレンゲじゃ仕留められんのですよね。あ、やべ、ボーツしちゃった。やべねー、死にかけよった。壊せそうな墓地なかったっけ。そこでガラが遊び読んで、その間にチャクラ回復させて。で終わりだ。もう奥義好きやね。スナブーシー。一に順番にやってやがって。死なんよね、まさか。遊びすぎて死ぬなんてことは、ないようにせんといかんけど。砂漠級。砂漠級。ソースを食らったら普通死ぬけどね。よし、せっかくなんで戦うとね。先生、見ていてくれましたか。僕は立派な忍者になれたでしょうか。いい、お前ってやつは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 。先生、僕は、僕は。もういい、いい、何も言うな。やばいね、これ。そう、これこそ青春だ。青春ね。だがリーよ、この程度で満足してはいかん。もっと強くなれ。この俺を超えるくらいに。このポーズ、青春のポーズなんかな。はい、よし、じゃあ、練習場の周り、500周だ。500周だ。やる気満々じゃないかな。ロックリーデン。久しぶりにこうネタというか、こうなんていうんですかね、ネタ会を見ると面白いね。
ノハレップやね、このイラストは。いや、面白かったね。で、これは根性ベルトやったっけ、重りですよね。を外して、表レンゲして、で、これ裏レンゲですね。通常の裏レンゲ。で、第六ゲームですかね、これ回するのが。で、蹴飛ばし、蹴り上げて、海先生が出てくると。原作には一応、新裏レンゲはないんですよね。ゲームオリジナルの技が結構あるんですけど、試験会場の穴には何かが隠されている。あそこにあれがあるんか、巻物があるんか。青春をやっぱり改めて見ると面白いですね。キャラクターごとのストーリーが楽しめるモードだ。